四つ切り画用紙に壺から魔人が飛び出す絵を描きましょう。壺は魔法の壺として作ったものを使います。まずアイデアスケッチをしましょう。 A4 のコピー用紙に枠をプリントしたものを用意します。それに名前を書いたら、まず壺の場所を決めます。壺から出てくる、または吸い込まれていく様子を想像しながら顔のパーツを描きます。次に輪郭を描きます。そして髪の毛などを描いていきます。この時壺に近い方が小さくなるように描きます。壺の反対側ははみ出すぐらいに描いた方が迫力が出ます。最後に残したい線をペンでなぞれば、アイデアスケッチの出来上がりです。鉛筆の線は気になるようなら消してください。この四角い枠の中を四つ切り画用紙台に拡大して描きます。途中でアイデアスケッチと変わっても構いません。絵の具やパスで色を塗ったり模様を描いたりします。ここではベタ塗りをしていますが、グラデーションがつくように塗ったり、模様をさらに細かく描き込むと絵に深みが出ます。最後に作っておいた壺を貼って出来上がりです。作品展などに出品するとき、四つ切りからはみ出してはいけないという規定がある場合は、壺を裏に折り返したり、はみ出たところを切り取ったりしてください。